次に赤嶺政権君、委員長。赤嶺君、日本共産党の赤嶺政権です。今日は日体漁業取り組みについて質問をいたします。先月10日に日体間で署名された漁業取り決めが本日から全面的に開始をされました。政府は沖縄の側から強い反発の声が上がったのを受けて取り決めに基づいて設置された日体漁業委員会で沖縄の声を反映する考えを示していました。しかし今月7日開かれた委員会では何も決められないまま終わったとのことであります。平等互恵の原則に反して一方的に台湾側に譲歩した取り決めが漁業資源の維持や安全操業に関わるルールさえ決められないままスタートしたわけであります。まず外務副大臣に伺いますが、7日に開かれた委員会では日本側は何を主張しどのような結果になったのか、その点をご説明していただけますか。鈴木外務副大臣。7日におきましては、公益財団法人、交流協会と台湾側の阿東関係協会、これが日体漁業委員会の第1回会合を7日に開催をし、取り決め適用水域における操業の取り扱い等について意見を行ったものと承知をいたしております。委員長。赤嶺君。操業をルール、その他そういうのを決めたんですか。鈴木外務副大臣。そこの場の話し合いでは双方の意見は一致をしなかったということを承知しております。委員長。赤嶺君。つまり何も決められなかったわけですね。でそもそもですね、問題の大元にある取り決め、これ自体には手をつけないまま、それに基づいて具体的なルール作りを進める、漁業委員会で問題を解決しようとしても無理があると思います。沖縄の関係者は委員会の場を途中退席いたしました。副大臣は2月の末に上京した沖縄の関係者に対して沖縄の漁業者の意向は理解している、頭越しに協定を締結することはない、このように回答をいたしました。ところが現実には漁業者の意向を全く無視した取り決めを何の説明もなしに締結したのであります。その責任極めて重いと思いますが、どのように認識しておりますか。鈴木副大臣。先生ご指摘のとおり2月に沖縄の漁業関係者の方々が私のところに陳情に参りました。その時に沖縄の関係者の皆さんから日体民間漁業取り決めにつきましては地元の関係漁業関係者の声を踏まえて対応してほしいと、そういうご要望がございました。で私自身ですね、かつて政界に入る前は全漁連に勤務をしておりましたし、また自民党の水産部会長もやりましたので、水産に対しては大変深い思い入れがございます。ですから私自身そういう思いで真摯にその陳情にを対応させていただいたところでございます。ですから私自身事務方に対しましては交渉事でありますから日本の主張が 100% 通ることはないにせよ、沖縄の漁業関係者の方々の声にも耳を傾けて、その意向をできるだけ汲み取るよう意を用いるべきだ、
こういうことを省内においても指示をしてきたところでございます。先生、今頭越しとこうおっしゃいましたけれども、実際2月には外務省の担当参事官が沖縄を訪問をして、漁業協同組合の組合長さん、はじめ関係者とも膝を突き合わせて、地元の意向を聴取をしてきましたし、また水産庁の担当部長も複数回にわたって沖縄を訪問して、地元の声に耳を傾けてきた、そういうことを承知をしているところでございます。そのような中で今回、相手がいる中で、我々の主張が反映されるよう、最大限の努力を行いたわけでありますが、厳しい交渉の結果、最終的に本取り決めが作成されたと、そのように承知をしております。委員長、岡峰君。鈴木副大臣、水産に従事していた全漁連におられたというならなおさらですよ。頭越しに何度か説明に行った、しかし締結の直前まで沖縄の漁民は要望がこんなふうに頭越しに決められるとは考えてもいなかったわけですね。存在そのものが、漁民としての存在そのものが無視された思いでいるんですよ。そういうのを、鈴木副大臣認識していないんですか。鈴木副大臣。私の気持ちといたしましては、先ほど述べたとおり、できうる限り交渉の過程において沖縄の漁業関係者の気持ちをこれを反映させるべきだと、そのことを事務方にも指示をしてきたところでございます。そういう中で、最大限努力をしたわけでありますが、相手のあることでございます。厳しい交渉の結果、このような結果に落ち着いたということでございます。委員長。赤嶺君。それじゃあ、どんな交渉をしていったのか、この点についてですね、ちょっと振り返って、見てみたいと思います。改めて、交渉の経緯を確認いたしますけれども、日台漁業協議は1996年に開始されたものであります。日台間の主張の隔たりが大きく、2009年以降中断されたままとなっていました。今回の交渉は民主党政権の下で協議の早期再開を求める日本側の提案を契機として再開されたものであります。台湾と日本側窓口である交流協会のホームページを見ますと、昨年9月24日付で日本政府は日台漁業協議の早期再開への期待を表明し、10月5日には現場外務大臣の台湾向けの異例のメッセージが出されております。メッセージでは、日本側が提案した日台漁業協議の早期再開への期待を重ねて強調するとともに、いたずらに緊張を高めるような事態が再び発生しないことを強く期待していると述べております。9月25日に台湾の漁船や巡視船約50隻が尖閣諸島沖の領海に侵入したことを踏まえたものと報じられておりました。民主党政権の下で日本側が協議再開を提案したのは、これはどういう判断からだったのか、当然政府として引き継いでいることでしょうから、この点説明していただけますか。委員長。鈴木副大臣。先生もご承知のことと思いますけれども、海域、従来ですね、日本と台湾との間には、海洋生物資源の保存、利用、あるいは操業秩序の維持を図るための枠組みというものがなかったわけでございます。そのために、海洋生物資源の保存というものが十分できない、あるいは操業秩序も非常に安定したものが得られない、こういうことでございましたので、双方との民間窓口機関が、東シナ海における平和及び安定の維持、から友好及び互恵協力の推進、
海洋生物資源の保存及び合理的な利用、操業秩序の維持、これを図ることを目的として交渉を重ねてきたところでございます。委員長、赤嶺君。沖縄の漁民も安全な操業資源の確保をですね、願っていたわけですよ。沖縄の漁民たちは自ら台湾に出かけていって、台湾の漁業関係者とルールを作る努力も重ねていたわけです。とは今度の政府間の交渉というのは違うんですね。この沖縄県や県内の漁業関係者は協議にあたって、1、漁業者の意向を十分に尊重すること、2、地理的中間線を基本に交渉することを繰り返し政府に求めてきました。それだけでなくてですね、最大限の譲歩として、1、先島諸島の北では、東経125度30分以東の水域に台湾漁船を入れないこと、2、先島諸島の南では台湾漁船の操業を認めないこと、3、台湾漁船に対して拿捕など徹底取り締まりを行うことを提示していました。協議にあたっての沖縄側の要請内容は非常に明確でありました。一方、明確でないのが交流協会の窓口として政府の側の交渉の方針であります。協議再開を提案するにあたって、日本側としてはどういう方針で交渉に当たることとしていたのか、この点、明確にしていただけますか。鈴木副大臣。このことにつきましては、先ほど申し上げたことのとおりでございます。つまり私どもとしては、そこに安定した秩序、操業秩序、それから海洋生物資源の保存利用、そういうものの枠組みがなかったわけでありますから、東シナ海における平和及び安定の維持、友好及び互恵協力の推進、海洋生物資源の保全及び合理的な利用、操業秩序の維持、これを図ることを目的にして、方針として交渉を重ねてきたところでございます。委員長、赤嶺君。まあ、そんな一般的な話じゃないわけですよ。きちんと沖縄県民の漁民にとって大事なところは、最低限守ってほしいと、漁業のルール作るのはこれは当然だと願っていたわけですよ。最低限守ってほしいということさえ主張したのかどうか、曖昧なわけですよ。今、皆さんの答弁ではね。で、そういう方針が曖昧だった。で、去年の12月にですね、安倍政権がスタートをいたしました。政権内で、日台漁業協議をめぐって、どのようなことが話し合われ、確認されたのか、民主党政権の時と何か変更した点はあったのか、その点はいかがですか。本川長官。私ども水産庁としてもですね、漁民の方々のご意見を伺うということで、昨年豊かな海づくり大会の時に私も沖縄へ参りまして、意見交換をさせていただきました。でその中で、皆さんが一様におっしゃったのは、先島以南のですね、水域については取り決めの対象からぜひ外してほしいということをおっしゃいました。それから当然ながら尖閣の領海についても安全操業を確保してほしいということをおっしゃいました。それから尖閣諸島と先島諸島の間の水域については、双方が入り乱れて操業しておるという実態を踏まえてですね、操業秩序の確立をしてほしいということを伺いました。そういう話を伺った上で、例えば今回は先島以南の水域はですね、協定の対象外にするなど、そのような形で交渉させていただいたという経緯でございます。委員長。赤嶺君。今水産庁よく知ってるのに答弁をそらしたんですけどもね、先島以南はそうですよ。しかし沖縄の漁民たちから、久米島の久米西、ここの漁場を守ってくれと、それから暫定執法線からはみ出ることがないように先島北側の漁場を守ってくれ、こういうの交渉の方針にありました。日本政府の交渉の方針にあったんですか。これ答えてください。本川長官。
答え申し上げます。私どもとしては先島以南を適用対象にしないということについては何としても守りたいという思いでございます。それから先島より北の水域については暫定執法線というものを基本に置きながらそこに一定の秩序を作るということを目指して取り組んでまいったわけでございます。その結果として日体の漁業委員会という協議の場がそれまで全くでなかったものができましてこの場においてこれからそういう操業秩序についてですね話し合いを第一回目やり残念ながら継続協議になっておりますけれども粘り強く議論してまいりたいと考えているところでございます。委員長亀田君操業のルール海域は決めたけれども台湾側は自分たちが求めていた以上の海域を確保したとその求めた以上の部分が沖縄側としては大事な漁場だから守ってくれと言ったとしかしそういう方針なかったわけですね。で私は官房長官に伺いますけれども取り決めの内容について沖縄に説明に訪れた水産庁の幹部はですね後ろから早くしろと叱られていたとこのように述べています。官邸が早期締結迫ったのではありませんか。菅官房長官日本と極めて友好関係にあるこの台湾の間で先ほど副大臣から話がありましたけれどもこの海洋資源の保存利用や操業秩序の維持を図るための枠組みがなかったとそういうことで民主党政権で交渉し私どもも安倍政権になってからこの問題を解決するために交渉してきたわけであります。結果として17年間にこれ渡っての協議が重ねて一定の共通認識が得られて本取り組みが署名されるというふうに認識をいたしております。そしてまた一方でですねこの署名が結果として沖縄県の漁業関係者の皆さんに懸念を与えているということには政府としてもこれを重く受け止めております。今後は本取り決めの実施状況を踏まえながら台湾漁船の漁業の在り方に関する諸課題が解決されるよう政府としてもですね全力を尽くしていきたいというふうに思います。そしてまた本取り決めの実施に伴う影響について、関係漁業者の意見も十分に聞きながらしっかりと把握をして関係省庁が連携をして必要な対策をですねしっかりと取っていきたいと思います。委員長赤嶺君こういうことはですね協定を締結する前にやるべきことなんですよ。この水産庁の幹部の話として、沖縄で、報道されている中身ですが非常に具体的です。報道を引用しますとね日本側の担当として台湾政府当局者と交渉に当たった同幹部は交渉の最終作業を前に菅官房長官と対峙していた。久米島西方の水域に台湾の船が来たらおしまいですよ。沖縄との関係が破裂しちゃいますよ。沖縄の人たちの生活の糧を奪っていいんですか。同幹部の反論に官邸側からなぜダメなのか一つ一つ質問攻めに遭いことごとく弾かれた。日本のため、国益のために交渉しろと強く言われ、最終的には菅官房長官自身が、大変失礼しました。菅、官房長官が自分の責任で最後まで対応するとの言葉で幕が引かれた。こう報じられております。菅官房長官自身が沖縄側に側が最低限守りたいとしていた久米西これの水域を譲り渡して交渉を妥結するよう迫ったのではありませんか。菅官房長官何のそのどこの新聞記事か分かりませんけれどもまさにあたかもそこにいて私が指示したようなことでありますけれどもやはり交渉というのはそれぞれ相手がいることでありますからそして17年間にわたってですねできてこなかったことであります。政府としてですね
やはり現場で、それぞれ交渉に扱っている相手がいることですから、先ほども水産副大臣が述べておりました、この厳しい厳しい状況下でありますから、そうした中で交渉が締結をできたわけでありますけれども、当然これは双方に不満が残るわけでありますから、政府とすれば沖縄の皆さんにですね、できる限りのことをさせていただきたいというのは、これは政権として当然のことじゃないでしょうか。委員長。深峰君。できるだけのことをするというのは、まさに久米島の漁民の皆さんの漁場を守ること、そして先島の北方の漁場を守ること、ここはね、いくら交渉の相手がいるといっても、これを台湾側に譲り渡してしまうと、沖縄の漁業はもう成り立たなくなっていくわけですよ。官房長官は、この話、あたかもどこの見たこと、見てきたことであるかのようにって言っていますが、そういう姿勢で臨んだのは間違いないわけでしょ。しかもね、沖縄の漁民の漁場は、大半は米軍に奪われてるんですよ。訓練水域として。時間が経過しておりますので、残った漁場がここだった。ここをですね、協議急ぐ上で、アメリカの議会事務局からは、アメリカの圧力もあったという報告書が出ております。今日は時間がないから取り上げませんけれども、そういうことまでしてですね、漁民のなりわいを無視したやり方は撤回すべきだということを求めて、質問を終わります。これにて本日の質疑は終了。